どうも、東海釣り三昧です。今回はね、本格的なキスの投げ釣りの始め方シリーズ第3弾の実況編ということでやっていこうかなと思います。ね、第1弾で、ここに今並んでるね、道具の紹介しました。購入した方がいいもの、買い揃えた方がいいものっていうのを第1弾でね、紹介させてもらって、第2弾の準備編では、こちらのね、リールにラインを巻く。で、ラインを巻くときの、糸の結び方とか、そういうのをね、準備編では紹介しました。で、今回はいよいよ実況編。まだね、投げ釣りって言ったら、やっぱりこう、キャスティングっていう、この投げるところがね、醍醐味だったりするのでね、その投げ方だったり、まあ、餌の付け方。まあ、そのあたりと、まあ、あと、まあ、そのままの流れで多分、魚のさばき方とかね、調理、キスの天ぷらとかね、すごい、魚釣りは全くしない人でもキスの天ぷらって言ったら知ってるぐらいメジャーな料理だと思うので、それをね、実際に釣ったキスでやるっていう、そのさばき方と調理編、まあ、実食まで、この動画ではね、紹介させていただこうかな、と思います。それではね、キスの投げ釣り実況編、スタートです。はい。餌も買ってきたのでね、準備完了です。この中に、二分割になっててね、ゴールドと、石五貝が入ってます。で、僕の場合、中身はね、こんな感じ。普段はこのクーラーボックスで行くことはあんまりないんだけど、これペットボトルをただただ、水入れて凍らしたものを、魚入れ箱に入れて、で、下にダイソーで買った、保冷剤を1個。で、横にも1個。こんな感じでね、セットしました。クーラーボックスのね、保冷力だったり、外の気温だったり、あと車内にちょっと長時間置かなきゃいけないことがあったりするとね、これじゃあ持ちませんが、とりあえず今日は余裕で持つと思う。もう1個保冷剤なくしてもいいかなっていうぐらい。普段はこちらの、20リットルかな、これ。僕は普段はこれを使ってます。結構重たいけどね。僕に釣りを教えてくれた祖父のお下がりで、これをずっとね、使ってます。これの天板がね、ここが割れたら買い替えようかなとか思ってるんだけど、なかなかね、丈夫でね、まあ、買い替えることは当分なさそうですけどね。まあ、今回はね、動画内で紹介したこちらの、これはちなみに8リットルですね。ちっちゃい。だいぶちっちゃい。座るときにちょっとね、低いなっていう気はするけど。まあ、これでね、行きたいなと思います。はい。釣り場に到着しました。今カメラがね、そっち側のカメラと、僕の頭のカメラと2つで撮ってるのでね、頭にカメラがついてますけど、お気になさらずに。はい、着きました。着きましたっていうか、もう、とっくについてれて、もうある程度釣りをした後なんですけどね。こっから、実況編ということで、やっていきたいと思います。で、まずね、釣り場に着いたら、竿を出す。当然のことながら。まあ、このね、カバーは、どっちでも、車で外してきちゃってもいいし、まあ、現地で外してもいいし、ただ荷物になるんでね、バッカの中に入れるか、クーラーボックスの中に入れるか、か、まあ、あれが入るような工具箱にするかだね。道具箱か。道具箱にするか。です。まずね、まあ、リールの付け方とかはさすがにいいよね。これ、リール差し込んで、んで、このね、下のカバーをギュッと上に押し当てて、で、できるだけ緩みがないようにして、止める。これで準備完了です。リールはね。で、次、竿を伸ばす。竿を伸ばすときは、こうね、手前側を向けながら、一個一個、先端から順番にね、出していく。で、この竿を選択した理由、初心者なんだけど、割と、まあ、高めの高めのね、やつにした理由が、ここにね、見えるかな。ガイドのね、ロックがついてるんですよ。ギザギザが。で、これが、このガイドがね、クリンって、回っちゃうのを防いでくれる。これがないやつだと、回っちゃって、結構ね、釣りがしづらいんで、で、できるだけ、
あのガイドの位置はね、まっすぐ合うように、これがなかなかね難しいんだけどね。できるだけ一直線に並ぶようにします。でリールともね、ちゃんとまっすぐになってるか確認して、曲がってればちょっとね直してあげて、である程度、まあ、完璧にまっすぐにはねなかなかならないんで、でもまあできる限りまっすぐにしてあげます。こう覗いた時にね、リールからガイド全部、糸を通すところをガイドって言うんだけど、で一番上がトップガイドね。トップガイドっていうのは割となんか名前が出てくるから覚えておくといいかも。トップガイドだったり穂先だったりね。これでまっすぐになりましたと。んで、僕がね、スプールバンドじゃなくてゴムバンドにしてる理由は、手にはめておける。で、ベールを開いて、起こしてとかね、倒してとか言うけど、わかりにくいんで、まあ、ベールを開いてが一番わかりやすいよね。開くとか解放するとかね。その方がわかりやすい気がする。で、ここのガイドにね、一個一個結んだスナップを、通していきます。まあ釣りをしたことがある人だったらこれはわかると思うけど、でここにね用意した天秤、まあ、今回はねデルナーを紹介しているので、デルナーの L 型固定って呼ばれてます。これはこれね、ここが L 字で重りが固定されてるから L 型固定。他にもね、こういうのは自作ですけどね、ハンブラって呼ばれてたり、ブラテンって呼ばれてるものとか、半誘導って呼ばれてるものとか、まあいろいろあるんですけど、まあその辺はね、おいおいということで、とりあえずこのデルナーの L 型の固定がね、あれば釣りはできます。あ、そうだ。糸を通し終わったらね、ベールを戻してね。ベールを戻して。で、ここのね、スナップに、重りをつけてあげると。つけ方は説明書を読んでくださいね。道具のところでも紹介してますが。はい。これで、とりあえず投げれる準備ができました。で、仕掛けをつける前に、ちょっと投げ方をね、実調編ということで紹介しようかなと思います。まずこの動画内で準備編で作ったね、準備編だっけ道具編だっけ道具編だ道具編でね、一番最初の第1回で作ったフィンガープロテクターです。なかなかいい感じだと思いますけどね。これで今ね、これ散々ね行ったり来たりしてたから、ここがね緩んでるとトラブルんで、最初にね一回ふわっと投げて、んで力糸がね出るぐらいまで出して巻き直した方がトラブルが少ないです。か一投目は軽く投げるとかね。で、はい、こっから投げ方です。投げ方、基本的なリールの使い方とか竿の持ち方っていうね解説をするのをすっかり忘れてたので、ちょっとここで補足です。まず竿の握り方なんですけど、竿の持ち方ね。ルアーだと、割とこの中指と薬指の間にこのリールのね、足のリールフット部分を握り込むことが多いと思うんですけど、投げ釣りでは基本的に小指と薬指の間、一個ね、一段上げて、握り込むことが一般的だと言われてます。まあその理由としては、このラインローラーっていうね、糸が引っかかる部分ね。このラインローラーと人差し指の高さをだいたい一緒にして、このラインローラーまでは基本的にね、このスプールから出たラインが直角に引っかかるので、この状態のまま引っ掛けれるように、こうね、すごい斜めになったりとか、逆にこんなすごい、まあ斜めか、どっち行っても斜めだな。こう、斜めにならないようにね、するために、基本的には小指と薬指の間で、竿を持ちます。
で、その後、で、この握り込む深さね。指先で握り込むのか、奥で握り込むのかっていうのは、まあこれは僕も正解はよくわかんないんだけど、まあ第二関節ぐらい、あんまり深く握り込みすぎないで、第二関節あたりでね、第二関節のところにちょうどリールのね、足が当たるぐらいのところで握り込むのが、まあ握りやすいんじゃないかなと思います。あとは投げやすいようにね、調整してください、ここの深さは。で、ここの、これラインローラーって言うんですけど、このラインローラーが、ちょっとリールに対してね、こう自分から見て、右側にあるところで、このラインをね、この重りが、もう本当だったらこれ穂先から垂れ下がってるんだけど、このピンと張ったラインを人差し指ですくいます。これをね、ピックアップって言うんだけど、ラインをピックアップして、で、ピックアップした時に、指のね、どこに引っ掛けるかっていうのも、まあ、これも結構ね、人それぞれあって。で、まず、人差し指のこのお腹のね、一番柔らかい、まあ、指紋のど真ん中。って言えばいいのかな。ここで握る人もいれば、第一関節で握る人もいれば、もう深い人だと第二関節で握るとかね。まあ、その間のこの、第一関節と第二関節の間で握るって人とか。まあ、この辺は結構いろいろいるんだけど、一番一般的なのはこの第一関節かな。第一関節に人差し指を、人差し指の第一関節に引っ掛けるようにラインをピックアップする。んで、ベールを開く。んで、このね、ベールを開くところの位置はピックアップして、んで、リールの右側にラインローラーがある状態でピックアップして、このまんまね、カツンと当たるとこまで回すと、投げ用のリールっていうのはね、ここでもう完全にロックするようにできてます。まあ、ものによってはこれギュッて回すとぐるんって回るんだけど、ベールは戻ったりしない。ルアーだと、ルアー用のね、汎用だとこのままね、思いっきり回すと、このベールがね、パーンって戻るようになってるんですけど、投げ用のリールはなってません。ファインサーフはね、これね、回らないんじゃないかな。多分。うん、ここの状態でロックするんだよね。このロックした状態で構えて投げ出します。もちろんクラッチはね、こんなプランプランする状態じゃなくて、ここのクラッチのレバーがあるので、クラッチをね、オンにした状態で、使えます。オフにするとね、こう逆転しちゃうので、こんなプラプラな状態では、基本的にリールはね、使用しません。ラインをちょっとね、出したい時とかにこのクラッチを使ってね、ラインを出したりとか、重りをちょっと伸ばしたいときに使ったりするんですけど、投げるときはちゃんと片方にしか回らないようにして、で、自分のラインローラーが自分のに対して右側にある状態でピックアップ。で、開いたら回してロックする。で、この状態で構えて投げる。という感じです。このピックアップした、このね、ピックアップしたラインは、人差し指をこうやって浮かした状態でもいいですし、竿にピタってくっつけてもいいですし、その辺はね、もう人それぞれなので、まあ、自分が投げやすいように、こうやって、浮かしてると、投げた時にどうしてもね、指が耐えきれなくて、すっぽ抜けちゃうんだったらね、竿に押し付けるような形にしてもいいと思うし、で、竿に押し付けてやってると、引っ掛けてね、すごいライナーに飛んじゃったりとか、その、引っ掛ける、すっぽ抜けるっていうのも、ね、やってるとわかるんで、その引っ掛けるようだったらちょっと浮かしてみるとか。まあ、この辺は自分でね、練習しながら調整してみてください。はい。ちょっとおさらいね。竿は小指と薬指で握る。で、ラインローラーが、右側にある状態でラインをピックアップする。んで、ベールを開いたら止まるとこまで回す。この状態で構える。くれぐれもね、これね、時々やらかすんだけど、この状態でね、投げないことね。この状態で投げると、ここでピーンってね、離してもラインが出てかないんでね、重りに引っ張られてそのまま竿を叩きつけるっていう地面に。っていうことをね、失敗としてよくあるんですけど、それをね、
くれぐれもやらないように。僕も何回もやったことあるし、それでね、ガイド壊したりとか、ね、竿を折ったことはまだないんですけど、まあ、ちょくちょくやらかすんでね、そこだけ気をつけて、ピックアップしたら、ちゃんと開く。で、止めるところまで回す。で、この状態で構える。という感じです。はい。まあ、基本的なね、竿の持ち方と、リールの使い方、あとラインの持ち上げ方の紹介でした。こっからはね、現場にお返しします。投げ方です。投げ方。投げ方には、主に2パターンあって、重りを浮かした状態で、こういう感じですね。地面につけずに投げる。こう、投げる。投げ方と、重りを地面に置いて投げる投げ方。置いた状態から投げる。っていう投げ方とね、まあ大体2パターンあります。あと細かいこと言い出すと、この、どんだけ、さっきはね、この後ろで構えたけど、後ろで構えたところから、徐々にね、開いていくと、竿の振り幅が稼げるので、飛距離が出せます。ってことで、まあ投げ方としてはそんなパターンがあるんですけど、今回はね、最初の2パターン。まず、重りを浮かした状態で投げる投げ方と、次は重りを置いて投げる投げ方。まあ基本的な動作は一緒なんだけど、僕はですけどね、この垂らしって言います。この穂先から重りまでのね、穂先からこの重りまでの長さを垂らしって呼ぶんですけど、この垂らしの長さをね、変えます。これはもう人によっても違うし、道具によっても違うし、あと投げ方によっても違うので、一概にこれが正解ですっていう投げ方は、垂らしの長さかはないんですけど、とりあえず垂らして投げるときに、この垂らしがね、重りを垂らして投げるときに垂らしの長さがあんまり長すぎると、こんな上で構えなきゃいけなくなっちゃうから、できるだけ短く、まあ言っても1メートルかそこら、1メートルから 1.5 メートルぐらいで垂らします。で、リールは真上、リールは真上というか、まあ投げる方向を向けます。こんな風に投げてる人とかもたまにいるんだけど、リールは上、ガイドが、真後ろに竿がね、ガイドの真後ろに竿が曲がるように振るっていうのが正解です。で、ちょっと後ろめにね、あんまり前すぎずにね、ちょっと後ろめに構えて、で、手はこう握る。これはね、投げ釣りの本があるんだけど、こうやって握っちゃうと、振り切った時に、ほら、リールがね、こっち向いちゃうでしょ。横向いてたら、竿がねじれちゃうので、投げる時に、手のひらをね、上に向けて持ちます。で、リールは上。で、この状態で、最初投げようと思って遠くに投げようとすると、こうやってね、後ろに下がっちゃったりして地面に置いちゃったりとかしちゃうんで、そうしないで、この状態からまっすぐ前に投げる。で、足をね、左足を、右利きの場合は、左足を前に出しながら投げてみます、一回。で、投げるときはね、これ目線でいっちゃうと水平線になっちゃうので、だいぶ斜め45度から50度ぐらい上に向かってね、投げ上げるようなイメージで、キュッと投げてあげる。そうするとね、だいたい重りを追っていけると思います、目でね。で、今、着水したところで、こういう時はね、4色出し切ったぐらいな、黄色、緑、赤、青、黄色の、今これはね、2回目の黄色の糸です。で、こっから今ね、こうやって飛んでるから、どうしても風の影響とかもあるんで、糸が出てます。で、糸を巻き取るときは、これね、手離して巻き取ると、ここが緩んじゃうので、まあちょっとね、テンション抱えながら、かけながらね、こう巻いてあげた方が望ましいかな。あ、でも今あれだね。水深があるので、水深で糸吹けがほとんど取れました。あとは、もう針と餌がついてればね、このまんまこうやって錆びたり。まあ、さびき方は人それぞれね、こうやって、しゃがみながらやる人もいるし、それこそまあ、僕は一番これが多いけど、クーラーボックスに座って、クーラーボックスでこうさびく。
錆びく時もリールだけでこうやって回して竿は動かさずに錆びく人もいれば、こうね竿でガガガガガッと引っ張ってで戻す時に巻き取るっていうパターンの人もいます。これはねもう人それぞれやりたいようにやればいいんじゃないかなと思います。よし、ちょっと巻き取ります。でこれね、あとね残り一色、あ、まあ、あとちょっとになったら竿リールラインをね手でこう竿と一緒に持ってあげて、でこうやって巻いてあげるとテンションがねかけながら、テンションをかけながら巻くことができるので、そうするとねキャスト時のトラブルが減らせます。まあ、これも僕はやったりやらなかったりだけど、まあ、やった方が良いと思います。で次ね、これが本格的な投げ釣りと言われる時に一番メジャーな投げ方で、重りを置いて投げる投げ方です。重りを置いて投げるので、さっきはねこう穂先がだいぶ高いところから始まってましたけど、重りを置いて投げるから穂先がねだいぶ下で構えることができます。でこっから振り始めれるから、その分ね振り幅が広がって飛距離が出ます。で重りの置く位置は、まあ、最初はね自分の真後ろに置くのがいいんじゃないかなと思います。これだったらね、もしこう失敗しても真上に飛んでいくか真下にズボッと落ちるだけなんで、これをもしね重りをねこう遠くに回転投法とか言って、こうやって自分の真横、ここですね、重りが今ここにあって、こんなところに置いてこっからいきなりねこう振り始めると、竿はねこういう風に回転するから、失敗した時にね本当に真横に飛んでくんで、めちゃくちゃ危ないんですよ。そういうのはもう誰もいない海岸とかでね一人で練習してもらって、まあ、この動画内ではまあ一番ね安全な投げ方、もう自分のほぼ真後ろに置いて、でまっすぐ、さっき、あとはもうね投げ方はさっきと一緒です。だから竿がちょっと下がってるから、その分ね早めに体に負荷が来るんで、そこでびっくりしちゃうと思うけど、まあ、そこだけねうまくできれば、あとは動きはさっきと一緒で、もう一個違うのが垂らしの長さです。垂らしの長さがね、さっきねこんなね1メートルかそこらで投げましたけど、この状態で投げ出すと体にものすごく負荷がかかる。竿にも体にもね、まあ、もちろんこんな感じこの長さで投げてる人もいるんだけど、結構大変なので、僕のおすすめは一番下のガイド、これバッドガイドって言うんですけど、一番下のガイドをね、バッドガイドを基準にして、あとはそこから徐々に短く、もうちょっと長くてもいいですけどね、最悪自分が投げやすい垂らしの長さを見つけるっていう意味ではね、もうこの本当にリールのスプールの真上ぐらい。ただこのね今ね力糸、結んであるこの力糸が手首の力糸、合線のね手首のテーパー力糸なんで、これねこの太い部分が7メートルしかないんですよ。遠投を思いっきりしてる人で、でしかも垂らしをねこんなすごく長く取るようなタイプの人もいて、こういう人たちは力糸の長さがね長いです。これ7メートルだけど8メートルとかね、まあ、7.5 とか8メートルとか割と長めに取ってるんで、まあ長めで自分で作ってるんですけど、これでこんなねすごい垂らしが長い状態でやっちゃうと切れちゃうんで、投げた時にこの力糸を使うんだったら、まあ、伸ばしてもねこのスプールの上面ぐらい、スプールのね上とちょうど重なるかどうかぐらいまで、でこのぐらいから始めると割とね最初は多分すっぽ抜けると思うんですよ。このね垂らしが長い状態で投げると全然力が重りに伝わってないなっていう気がすると思います。実際飛距離もねさっきより1色ぐらい少ない。でこれを
ちょうどよくね、力が伝わるかなって投げれる長さを自分で見つけるのがいいと思います。んじゃあまあ、どのぐらいの垂らしの長さがいいのって話なんですけど、とりあえず、まあ本当に長いところはここが最長。ここが最長で始めるんですけど、まあ僕のおすすめとしてはここのね、バッドガイド。バッドガイドに重りが来るぐらいの位置がね、重りに、ちゃんと力が乗りやすいんじゃないかなと思います。で、このね、重りはもうほぼ自分の真後ろ。慣れてきたらちょっとずつね、置く場所を自分の、海を見たら左側か。まあ、こうやって今後ろ向いてたらね、だんだん右側に開いていくっていうのもね、飛距離を求めてる上ではありだとは思うんですけど、とりあえず今日はこのほぼほぼ真後ろに置いて、で、竿は立てて、で、穂先は地面スレスレ。まあ、つけちゃってもいいんだけど、まあ、地面スレスレ。で、手の位置はね、こんな顔の横じゃなくて、できるだけ後ろ。まあ、最初のうちは、後ろにすればするほど体に負荷は来るんで、顔の真横で構えてもいいんですけど、別に。投げにくかったらね。こっからこう投げても別にいいんだけどね。でも、飛距離出そうと思ったら、ちょっと、後ろに構えた方が、その分ね、大きく振れるので、いいと思います。で、まあ、重りを置きます。で、竿を上に上げて、穂先を下げます。で、この状態で、グリップを軽く握る。で、あとは、こう、前に左足を踏み出しながら、振る。そんだけ。で、まあ、注意点はいくらでもあるんだけど、まあ、一回やってみるっていうのが一番手っ取り早いですよ。で、目線は上ね。で、投げるときによくあるのが、思いっきり投げようとして、こうやって構えた後に、こうやって穂先がね、こう、下げちゃう。思いっきり投げようとして、こうやってね、助走つけてね、穂先を下げちゃったりすると、ここのね、垂らしの部分の糸が緩みます。で、糸が緩んだ状態から、一気に、パンって重りを跳ね上げると、重りが変な方向に飛んでっちゃってね、トラブルの原因になるので、ここのね、力糸は緩めないように、重りまでしっかりピンと張った状態で、この状態からちょっと上に投げ上げる。そうするとね、さっきよりも、ちょっと糸が出ました。あとは、垂らしの長さがね、どれぐらいがいいか。だいたいこれで、もう100メートル以上は投げれているので、4色は出し切ってる。まあそんなところですね。おさらいしとくと、まあ着地、まあ地面にね、重りを置いて投げるのがメインなので、こう地面に置きます。垂らしは、だいたいまあ最初はバッドガイドあたり。で、よくわかんなかったらもう、この辺から徐々に短くして、一番最、短だと短いと1メートルぐらいまでね、試して、まあ投げやすいところを探してもらうのがいいんじゃないかなと思います。それは人によって感覚も違うしね。まあ今回はこれね、僕の真似してれば33405プライムサーフですけど、まあ人によっても違うので、人によっても道具によっても違うのでね、最適な場所を見つけてください。で、重りを真後ろに、自分の真後ろに置いて、穂先は下げる。で、リールは上で手は上げる。で、できるだけね、顔より後ろで構えて、手のひらを上に向けた状態で竿の尻を握る。んで、足がね、こう向いてると、どうしてもね、こう、こっちにね、振りたくなる。こう振りたくなって、向こうに飛んでったりするので、足はもうあらかじめ、投げる方向に向けちゃっといた方がいいと思います。この方がね、コントロール失いにくい。と僕は思う。もちろんね、こう構えた後に、こうやって足をね、右足を、こうひねってね、入れ込めるような人は、それでもいいんだけど、最初のうちはね、もう足も全部体真正面向けて、で、こっから、投げるときは、こっち向けながら投げるんだけど、
穂先を見て動き出してから前向いてもいいですけどね。僕はその方がいいんじゃないかなと思うけどね。その方がここの力糸がね緩んだっていうのが一瞬だよ一瞬だけど緩まずに投げれるかな。ちなみに今投げてるこの投げ方は、あの投げ方で言うと、セーフティースロー ST って書いてね、セーフティースローっていう投げ方になると思います。でこれだったらね、両隣が近くにいてもまっすぐ投げれるので、この投げ方をねしっかりできるようになっておけば、割と狭いところでもねトラブらずに、隣とねトラブらずに釣りができると思います。でよくね V 字投法とかね回転投法っていうのが出てくるんですよ。投げ釣りやっててね、いろいろ調べていくと V 字っていうのはちょっと重りをね、さっき言ってた真後ろに置くんじゃなくて、これをちょっと開いて投げる。こうすると竿と力糸が V 字になるじゃないですか。これが V 字投法で、回転投法っていうのは真後ろを向いた状態から回って投げるから回転投法って言うんだけど、僕自身ね、あの釣り場でやってる人はあんまり見かけない。あの V 字の深い版と思った方がいいんじゃないかな。こう置いてね、まあこれも V 字の深い版が回転投法っていう解釈で多分合ってるはずです間違ってたらごめんなさい。で投げ方でね、スリークォーターっていうのがまた調べてると出てくるんですよ。いろいろややこしいのがね。それはここの竿が通る軌道が、自分の真上がね12時として、真横が3時としてね、そのあの時計ね、時計で自分が正面向いて真上が12時で真横が3時だとすると、だいたい1時から2時のあたりを竿が通るのもスリークォーターっていう投げ方だから、だんだんねそれが横になっていければサイドスローになるしっていう、まあ投げ方もね腐るほどあるんですよ、いろいろ。まあ、とりあえず今回この動画でお伝えしたいのは、その最初に言った ST 真後ろに置いて真上を向いてこのまままっすぐ投げる、これがね重りがスコーンって飛んでくんでね、気持ちがいいんですよ。これでもう 100m 以上出てるんで、ルアーのねちょい投げじゃ届かないところからキスを釣ってくることができます。長くなったな。それじゃあ実際にね釣りを始めますか。はい、やっと釣りを始めよう。それでは仕掛けを出します。この動画内でね、あの準備編の道具で紹介したキス、アスリートキス3本針の6号、これでねやってみますね。袋を開けて、まあ他の釣りやったことあればね知ってるよね。あとはスナップ出してピーンって上に引っ張れば抜ける。でスナップを天秤のね片腕、横になってる腕の方にスナップをつけて、あとは引っ張り出す。1、2、3本。ゴミはねこういうのたまにね海岸に転がってるけど、絶対に捨ててかないようにね。で餌、もうちょっと釣りをしちゃってるので今日は釣りをしてからこれを撮影してるんでね、こんな感じで餌箱に移します。今日はねちょっと石子貝の方が調子が良さそうだけどね。で石子、一番最後に補足で紹介し忘れてた石子、滑り止めです。これをパラパラパラーとかけてあげると非常に餌がつけやすくなります。ぬるぬる滑らなくてね。
もし石子がなかったらね、この辺のね海岸うろうろしてるとこういうこれあバキバキになってるわ。こういうねコウイカの殻、これのねここのこっちカチカチなんだけど片方ね柔らかいんで、これをねこう石ころかなんかでカリ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 削ってあげるとね粉がいっぱい出るんですけどね、これも割と滑り止めになります、もし忘れた場合はね。で餌をつける。餌は頭をね取る方もいますけど、僕はあんまり取らないかな。で頭のねてっぺんだけはちょっと硬いので、頭をつけるときは横から刺して、あとはねこう針に沿わすように胴体の真ん中を通してあげてあげる。もう割と適当でもねキスは活性が高きゃ食ってきます。これちょっとプチプチちぎれちゃうけど。でタラシはまあ一匹掛けしてもいいんだけど、基本的にはもうタラシは5ミリとかそんなもんで僕はやってますね。あの針から下ね、針から下に出た餌をタラシって言いますけど、こんな感じでね餌の付け方もねいろいろ皆さんこだわりがあるのでその辺もいろいろ自分なりにね試してみるといいんじゃないかなと思います。そういう試行錯誤もね楽しみのうちなので。で針つけるときは針のね下から順番につけていった方がトラブらないかなと思います。僕はこれはもうね人によって違うんで、餌の付け方によっても違うしね、上からつけながらだんだんリールをこう糸に巻いてっちゃうっていう人もいますしね、僕はこの状態で下から順番にこうちょっとね竿から離れてこう一個一個で、この垂れたやつがこっちに絡まないようにね風向きとかも気にしながらつけていきます。トーナメントとかやる人だとねもっと効率的なつけ方をしてたりするんだけど、はい。でさっきとねキャスティングがねちょっと違うのが、餌がついてるんですよ。餌が針がついてる、仕掛けがついてるので仕掛けを置かなきゃいけないんだけど、ゴミがいっぱいありますよね、海藻だったりなんなり引っかかるもの。あとここはまだね玉砂利だけど、もう石ころいっぱいあったりとか、石ころいっぱいあるところは非常に投げにくいです。そういうところはね最初に言ったように垂らし投げで投げるんですけど、餌このね餌がついた仕掛けを置くときは一箇所にねあのぐちゃ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 って置かずに、ちゃんとまっすぐ伸びた状態で置きます。で置く向きなんですけど、普通にもう何も引っかかるものがないすごく綺麗な海岸であれば、重りに引っ張られる方向、まあ、今回はね僕の自分の真後ろに重りを置いてるので、その引っ張られる方向に置いてたら自分に引っかかっちゃうんでね、ちょっとずらしますけど、基本的には重りに引っ張られる方向に置いておきます。だけどこういうねゴミがいっぱいあるところは真横にね置いてもいいですし、まあ、逆に奥から置いてって、で一番手前に重りっていう置き方でもいいです。コンクリートとかアスファルトのところで投げ釣りやるときはこの置き方がいいかな。あの仕掛けがねこうベロベロベロって剥がされる方向で、あの針を置いてあげるとねコンクリートとかアスファルトに引っかからないので、うん、まあ割とねどの向きで置いてあってもまっすぐにさえなってればそんなに絡まることはないですね。はい、それでは餌付きでね投げてみましょう。で投げたらじーっとね重りが置いるか分かんないけど、で糸がね出るのが止まるか重りがつくのが見えたら止めてあげる。で
この状態でずっとねぼーっとほかってると落ちた重りの上に仕掛けが全部落ちてきて絡まっちゃうので、ちょっとね引っ張ってあげる、軽く引っ張ってあげると仕掛けがまっすぐなじむので、であとはもうゆっくりね、まあ、座るなりなんなりして引っ張ってあげる。引っ張り方はもう人それぞれなんで、割と早めに巻く人もいるし、でもすんごいゆっくり巻く人もいるし、それはもう人それぞれだから、まあ好きなように投げて巻くだけで魚がいれば、ね、食ってきます。あと寝がかった時の対処法なんですけど、寝がかった時はまあ軽くね竿を煽ってあげるとポンと外れる時があります。でもあんまりやりすぎるとここのラインローラーっていうねパーツもすごく痛むし、あとガイドとかね竿も痛むし、あんまりよろしくないんでね、あんまり煽りすぎると良くないです。でどうしてもダメな時はもう何やっても取れない、で近場の釣りであればもう左右にねちょっと動くと抜けたりするんだけど、こうね思いっきり投げて沖の方でかかった時って多少動いたところでねそんなに角度変わんないんでだからもうどうしようもない時はこの投げる時みたいにラインをフィンガープロテクターつけてね、こんな感じでフィンガープロテクターつけて、でスプールに負荷がかかんないようにスプールも押さえた状態でまっすぐね竿もまっすぐにして引っ張ってあげると、あのラインローラーにも負荷はかかんないし、でスプールにもね、まあ、切れてもこれ 0.8 号とか 0.6 号のラインが切れるぐらいの負荷なのでよっぽど大丈夫で、あとはねまっすぐ引っ張ってあげれば切れるか抜けるかで、抜けたらこう抜けた後すぐ回収してあげないとまたねその障害物の上に仕掛けが落っこちたりするんでね、まあ、スコンって抜けたらもうすぐできるだけ早く浮かしてねその場から離してあげるといいかなと思います。ラインブレーカーっていうねこんなパイプに滑り止めがついてここにくるくる巻いてねプチンって引っ張れるものも売ってますけどね、まあフィンガープロテクターがあるんでね、これを手に引っ掛けて引っ張ればラインローラー傷まないんでいいかなと僕は思いますけど、あとは釣るだけ。あと浮力帯、重りがねこれはただのね鉛の重りなんでなかなか浮力があんまりないですけど、発泡スチロールとかね発泡材を重りにかぶせてね浮力を持たせてる重りを使ってる人もね結構いて、そういう場合は緩めてね潮に流してあげたりすると、潮の流れがあるところだとね割と外れてくれたりします。あとはこうピーンと張った状態でね一気にリールを解放してあげたり、逆転させてねジャーッと解放してあげたり、ピーンと引っ張った状態からこのねベールを開いてファッと緩めてあげるとその拍子に、ね、外れたりすることもあります。まあ、根がかりはねどうしてもつきものなので、いかにどう外すかっていうのはねいろいろ試しながら、どうしてもダメな時はフィンガープロテクターをはめて指を引っ掛けて、で竿をまっすぐにして引っ張る、で抜ければラッキー、切れたら残念それが痛いんだよね、なかなかね力糸がね切れたりすると辛いよね。おお、いい当たり、いい当たりが入ったいい当たりだ、そんな大きくないけどね、元気。おーおー元気だ。でこの状態でもう次が食うのをね待ってもいいし、もう我慢できなくなったら回収してもいいし、もうそこはね自由に楽しめばいいと思います。で当たった時にねすぐ糸のね色を見て、これがだいたいね黄色緑赤青黄色5色の中です。4色ちょっと5色のラインの中で当たりましたっていうのをね、黄色緑赤青黄色の黄色のライン、あこれがちょうど4色だ、4色出し切りあたりの5色側で当たったよっていうのを覚えておくとね、次またそこを狙えばね
いる確率が高いので、そういう感じでね、この色分けを使えます。まあそれが本当はメインだね。何色投げれたとかいうね、意地の張り合いになっちゃなったりもするんだけど、その何色投げれたっていうよりは、今の自分立ち位置からどの位置で魚が当たったのかっていうのを測るためのものです。回収しよう。回収するときはね、もう竿を立てちゃってね、結構早めにリールを巻いちゃっても大丈夫です。おー、いたいた。まあ、魚がついてるときはね、糸を握らなくても。よし、釣れました。はい、これがキスの投げ釣りです。はい、こんな感じで釣れました。で、釣れたら、キスはね、こう、たまにね、飲み込んじゃってるときがあるんだけど、餌をね、針を飲み込んでるときは、このエラとエラのね、この隙間にグッて、エラにこう、ま、手を突っ込んであげると、ね、口がパカッて開くんで、まあ、エラを押してもいいんだけど、こうね、エラのところをギュッと押さえてあげると口がパカッて開くんで、そうすると外れたりします。まあ、どうしてもダメだったら引っこ抜くかね。あとは針外しで外すか。まあ、その辺はまあ釣りながらね、徐々に覚えていけばいいんじゃないかなと思います。はい。んで、この中、もうね、釣りはね、ちょろっとしてたので、魚は入ってるんですけどね、こんな感じでね、凍ったペットボトルと一緒に海水を入れて、そこにね、入れてっちゃう、キスは。こうしとくと、まあ、キンキンに冷えた状態で持ち帰れるので、痛みがね、遅い、と僕は思ってるけど。クーラーの中ってね、真夏とかね、結構上の方も10度近くなってたりするんですよ。で、どん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 下からね、入れてって、上の方ってもう10度ぐらいになってて、どんどん傷んじゃう。から、もう海水でね、もうキンキンに冷やして、で、最後重たいからね、海水は捨てていけばいいんだけど、もう一回冷えちゃえば、あとはある程度大丈夫です。道具のしまい方で注意点があって、まあ、まずね、この仕掛けね、針とか重りを、全部外すんですけど、外して、で、僕はこのガイドを通ったね、ラインは、もうこのまんま、ここね、押さえてあげて、ガチャガチャガチャと、まあできるだけそーっとね、ガチャガチャ巻いちゃいます、僕は。まあ丁寧にやるんだったらね、通した時と同じように手で外した方がいいんだけど。で、こうやって、また バンドで止めてあげて、でこれね、しまうときに注意があって、しまうじゃないですか、これちょっとずつね、一本ずつで、ここはもうね、コンコンコンってやれば入っていくんですけど、コンコンコンってやってもね、ここのガイド同士が当たらないように設計されてます、ちゃんとね。で、コンコンコンってやるんだけど、一番最後だけはね、これカツンってやると、ここのね、トップガイドがね、一個下のガイドにガチンって当たって、で、ここの樹脂がね、黒い樹脂の部分がよく割れます。だから一番最後だけストーンと落とさずに、一番最後はね、そーっと置いてあげるとね、ガイドが長持ちします。それでは、あとはね、まあ、閉まって帰りましょう。帰って。で、あとこの手入れだね。竿の手入れとキスのさばき方で、最後天ぷらでね、乾杯して終わりにしたいと思います。はい、釣りからね、帰宅しました。ちょっと暗くなっちゃったけど、そしたら、ま、ケースを開けて、本当だったら、ま、こういうね、振り出しの竿はね、洗う時に中に水が入っちゃうんで、一通りね、ま、軽くでいいんで、伸ばした状態で、水道でね、洗ってあげる。ガイドとかね、錆びるんで、
水道で、まあ、じゃーっと洗ってあげて、で、中に水が入らないように、先にね、拭き取るっていうのが多分、正しいというか、ちゃんとしたというか、ちゃんとしたやり方ではあるんだけど、まあ、結構ね、4メートルをね、自宅で伸ばすとなると結構、でかいので、僕は、もう、僕はね、さっきのは、本来のやり方ね。でも僕は、もうこの、まあ、穂先カバーはね、この穂先カバーなんか使いにくいの。穂先カバーがついたまま、僕はもう、下向きにして、じゃーっと、あ、外れてまった。竿をね、中に水が入らないようにね、じゃーっと、このガイドが錆びるんで、洗って、で、あとこのね、持ち手も石子とかがいっぱいついてるんで、洗って、で、あとリールね、リールがこれ砂含んだまんまだと傷むので、リールも、じゃーっと、あとグリップとかね、水かけて、んで、ちょっと下向けたまんまに、振って。僕はもうあとこのまま陰干しして OK だけど、まあ本当だったらちゃんと伸ばして、水分を拭き取って、陰干ししてしっかり乾いたら、またね、このガイドとラインに、こちらのね、シリコンスプレーだったり、あとはその、まあ釣り具屋で売ってる本当のその竿用のね、こういう防水とか防性のスプレーをね、吹きかけて、んで、まぁ、ちょっとベタベタ塗りすぎた分はね、タオルで拭いて、あとは室内で保管。外に置いとくとね、どんどんやれてくし、日向置いとくとどんどん、傷んでくので、あまり高温にならない室内とかで保管した方が長持ちすると思います。まぁ、僕はそこのね、倉庫の中に、そう、この中に全部、投げ竿以外ですけど、投げ竿は全部室内にあります。うん、でもあんまりね、多分この辺は高温になるので、あんまり本当は良くないんだよね。置く場所がないから、もうここですけど。それではね、この後、キスのさばき方をやって、で、キスのね、天ぷらで乾杯して、この動画を締めようかなと思います。それではね、こちらの3匹で、キスのさばき方をね、やっていこうかなと思います。割とサイズいいよ。ちょっと縮んだかな。でも19ぐらいあるかな。17から19センチぐらいのキスです。で、鱗を取るんだけど、僕はいつもね、キス専用鱗取りっていうのがね、このドンポタイムさんっていうね、フィンガープロテクターのところでシリコン付きのプロテクターをね、出してるところがね、キス専用の鱗取りっていうのを出してて、まあ僕はこれを使ってるんですけど、さすがに結構高いので、こちら。僕のおすすめはペットボトルのキャップを2つね、背中と平らなところ同士をペチャッと瞬間接着剤でくっつけたもの。これがね、非常に使いやすい。別に1個でもいいんだけど、この辺の背びれがね、刺さったりするので、こうやってちょっとかさ上げしてあげた方がいいと思います。まあ、ここはね、ちょっと切り替えでね、ここにフィットするようにしてみたんだけど、この方がまあ、取りやすいは取りやすい。で、水をね、流しながら、でも流さなくてもいいんだけど、鱗を取ります。で、
ちょっとこの2匹は置いといて、はい、これで鱗が取れましたと。そしたら、まあ、とりあえずね、2パターンぐらい、ね、紹介しようかな。とりあえずセオリーというか普通に言われてるさばき方は、頭からね、このヒレの後ろと頭のてっぺんとこの胸びれがあるんでね、腹びれか、腹びれ、これ胸びれ、背びれで、この胸びれと腹びれを避けて、で頭の脳天までは身があるのでね、ここに斜めに包丁を入れて落としちゃう、ズボッと。これ包丁はね、小手刃、ちっちゃな小手刃なんですけど、100均のペティナイフでも全然さばけます。でこの動画では紹介しないけど、頭もね食べれます。食べれるし、めっちゃいい出汁が出るからね、中処理して、まあいろいろ活用できるけども、この動画ではやめとこっか、あまり一般的ではないので。そしたらこれお腹の中をこう押し出して、中をかき出してあげる。んでお腹を洗う。まあ洗いにくかったらお腹をね、ここを裂いちゃってもいいですけどね、ちょっと形が不細工になるけど、まあ、裂いた方が、このお尻のね、肛門からズボッと裂いた方がお腹の中は洗いやすいよね。で、お腹の中は歯ブラシとかで擦る。で、お腹の中をね、きれいにしてあげて、天ぷらにするときはあまりお腹開かないけど、まあでも汚いのは嫌だよね。で、本当だったらまな板を変えた方がいいんだけど、カメラ移動するのがめんどくさいので、このまんま。で、この状態で水気をしっかり拭き取って、あとは水、厳禁っていうのがね、一般的な魚のさばき方だと思います。だから、まあ、それは一回紹介はしとく。んで、しっかり水気を取った包丁とまな板だということにしてください。そしたら、ここのね、背中の背骨の、このね、中骨のところに包丁を入れて、で、背びれのね、上に、歯が行くようにして、あとはこのまんまね、お腹から包丁の歯が出ないように、尻尾まで切る。で、ひっくり返して、今度またね、中骨に沿って、じゃ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 ーっと、切る。んで、尻尾の付け根まで来たら、落とす。これでね、ちょっと汚かった。これで一応ね、キスの天ぷらの、開き、背開き。天ぷら用背開きの完成。で、腹骨、まあ僕はね、このぐらいのサイズになだったらあんまり気にしないけど、腹骨が気になるんだったら、腹骨をね、硬いのはこの上の方だけなんで、下までね、取らなくても、この硬い部分だけ取ってあげればね、ここね、反対側も。
ょっと硬いねところだけ取ってあげれば、このお腹の中まで取らなくてもいいのかなと思います。はい、これでちょっとこう切れたけど背開き完成で、これはこの中骨はね、この血の汚いところ血合いとかのね汚いところをきれいにしたら、あとこれねクッキングペーパーとかに、まあ、水気をちゃんと取って、んで塩コショウとかに味付けして、クッキングシートか、クッキングシート、キッチンペーパーじゃないよ、これキッチンペーパー、クッキングシート、こういうねクッキングシート、これに並べて電子レンジでねカリカリになるまで加熱すると、スナックみたいに美味しい骨せんべいができます。油で揚げてもいいけどね、まあ頭もね同じ要領でできます。まあ頭お腹裂いて中掃除して、で耳石っていうね石ころみたいなやつがこの中に入っててね、それと目玉をね取ると頭も骨せんべいになるし、であとはこの内臓だけ取って出汁を取るとかでもいいし、ね、まあ割と活用はできます。でもう一個さばき方、もう一種類、これがねキスがね何十匹もいるとあんな丁寧なことねなかなかやってらんなかったりするんで、僕はもう何十匹もいたらこう水を出しながら鱗を取って、水を出しながらやるのはね、なんか海水のね特にちょっと海水温が上がるところにねビブリオっていうね菌がいて、それがこの水道水で死滅します。30秒ぐらいだったかな確か、死滅時間とかも研究してる人がいて、でそれのねなんかどっかに調べて出てきますけどね。んで鱗を取ったら、さっきみたいに頭落としたり内臓処理したりしないで、ここの胸びれと腹びれを避けて斜めにストンと入れるのはいいんだけど、中骨に当たったら止めて包丁を寝かして、であとはねもう内臓も処理しないで、で刃先だけ出ないように尻尾まで、でひっくり返して同じように中骨に当たったら包丁を抜かして、あとはスルスルスルと、で尻尾まで来たら断ち切り、で水流しながらもう包丁もジャジャジャ、あ歯ブラシでねお腹の汚い部分を取って、20センチ未満だったら僕はもうこれ腹骨取らないですね。油で揚げちゃえばそんなに気にならないかな僕は。であとはもう水気を取ってもらえれば完成。はい、さばけました。あとはねこれ天ぷら粉つけて油の中ぶち込むだけなので、そこは割愛します。さて、それでは乾杯しましょう。いかがだったでしょうか。あ、そう、天ぷらはねこれ180度ぐらいのちょっと厚めのね高温の油で揚げるとねベチャっとなりにくいです。はい、あと2度揚げするとねカリカリの状態が長持ちするけど、ただ僕個人的に二度揚げはね、あまり好きではないです。けど二度揚げした方がサクサクになるかな。でも中の水分飛びすぎちゃうんで、本当は揚げたてをすぐ食べた方がいい。喋ってる時間がもったいない。それではお疲れ様です。乾杯。うまい。こちらがキスの天ぷらです。あと骨せんべいね。これは電子レンジで加熱しただけ。ちょっと焦げたから穴開いてますわ。それでは
いただきます。天ぷらの作り方はまあ調べれば僕よりもうまい料理人の天ぷらの作り方がいっぱい出てくるので、ね、でキスのさばき方に関してはね、あの料理人のすごい丁寧なさばき方よりもあの方が手っ取り早いかな。はい、それではね、抹茶塩をつけていただきます。うん、うめえ。何回食べても本当にうまい。あー、最高。同じキス釣りでもやっぱね、ちょい投げでちょいって投げて釣るキス釣りとか、あとボートでね、下に垂らして釣るキス釣りとかとはね、また違った楽しみが投げ釣りにはあります。まあ、ちょい投げも、ボートのキスも、どっちも楽しいんだけどね。どっちもやったことあるし。ただやっぱね、投げ釣りには投げ釣りの魅力があって、ぜひ始めてみてはいかがでしょうか。こちらね、骨せんべいです。うん、骨せんべいもね、美味しいです。ごちそうさまでした。ああ、めちゃくちゃうまかった。もうね、このために釣りしてますって感じでね、僕はね。最高でした。はい、ということで今回ね、この、全部で3本、第3弾まで、これが第3弾目なんですけどね、道具編、準備編、実況編とね、やってきましたけどね。まあ、こんな動画でね、ちょろっとまとめてやっただけじゃ伝えきれないぐらいいろんなね、細かい部分とかもあったり、あともう正解がわからないっていうか、もう、人それぞれね、やってることが違ったりとかね、っていうのもね、ある釣りなので、まあ他の釣りもそうだけど。まあでも大体ね、とりあえずこの3本、第1弾、第2弾、第3弾とね、見ていただければ、だいたいこのキスの投げ釣り、本格的なキスの投げ釣りをね、始めるための基礎知識とかね、そういうのはある程度は身につくんじゃないかなと思います。どうしてもね、僕個人としてはキスの投げ釣り人口を増やしたいっていう。若い子とかね、僕より下の子とかって、キスの投げ釣りやってても全然見たことなくて、見たことないことないけど、ないんだけど、ほとんど僕よりね、年上の方ばっかりで、で、年下の人たちは大体ルアーで釣りしてたりとか、で、投げ釣りっていうとね、あんまり僕ら世代、僕ももう30、今年7になるんで、若い子だったら10代ぐらいで釣りしてる子もいるのに、あんまりね、海で、投げ釣りやってる若い人っていうの見ないんでね、こういう動画きっかけでね、若い人がどんどん入ってきてくれたら嬉しいなと。若くなくてもいいんですよ。全然他の釣りからね、キスの投げ釣りっていうのに興味を持って始めてもらえたらね、僕としても嬉しいなと思います。それではね、また今度は実況編で、これまあ実況編が僕はね、動画のアップがメインなので、実況編でお会いしましょう。それではどうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。